ふたりパパ。シーナ。皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日は部屋の改造第2弾。僕たちふたりパパの寝室を最高の快眠環境にしていきます。息子くんと一緒にペンキを買いに行ったり、壁を塗り塗り、そしてスウェーデン式のベッドメイキングや、5歳の息子くんも気に入った春雨みたいな最高の快眠枕。最後はパパ2人のピロートークもお見逃しなく。それでは行きましょう。ふたりパパの至高の快眠環境へ。二人パパの寝室ビフォーアフター。やばい、超汚い。引っ越しして以来放置されていた僕らの寝室、ウォークインクローゼットがあるというのに、なぜか溜まっていく洋服たちに殺風景の壁、そしてバキバキに割れたランプシェード。さすがにこれはどうにかしなきゃと、リカパパと相談することにしました。ね、ベッドルームのリノベーションしなきゃいけないんだけど、ちょっと壁、何色にする？今の何の色？今ね、ベージュ。ベージュ。You had some plan for? It's kind of like a dark gray. そして決まったのは、4面ある壁のうち1面だけの色を塗り替えるということ。あとは照明を直して付け替えたりすることにもしました。ということで、3人でやってきたのは近くのペイント屋さん。Sono mica facili. Il nome fu Veg o Talk. とあまりにもたくさんの色や種類があるので、お店の人に相談して好みの色をカラーサンプルで選び、その色をブレンドしてもらいました。そして他にもローラーや養生のためのマスキングテープ、養生シートも購入。そして週末の朝。でも今日は何するのか。動かない。デカパパ今日何するんですか。ケンマフィクサー。ああ、パスポイビオジョンなのボーンデイヤレンレンバンレイ。それではトゥビレモーラ。あーモーラファスモーラトーケットモーラトライヨファスタイモーラトーケイモーラン。Idag ska vi måla taket. Idag ska vi måla väggen. Väggen! För du gör målar bara så här. Du är det då? Toaletter. Mm. 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 さあ、まずは部屋を片付けていきましょう。何してんの？隠れてんの？そしてベッドを隅に寄せて、ミツパパはマスキングテープを周りに貼ったり、床にペイントが落ちても大丈夫なように養生シートを貼っていきます。そしてその間にリカパパは壁に開いた穴を埋める係。上手にできてる、リカパパ。あんまりそうなの。ちなみに今リカパッパが使ってる道具、なんとスウェーデンでは、まあスウェーデンでジャパンスパッケージで、なんでこれ日本にしかないってこと。理由はよくわからなかったのですが、日本の道具がこちらにも伝わっているようです。そして息子くんはというと、なんかいろいろ計算してるの。忙しそうだね。あなた僕させたい。うん、助けたい。息子くんはプランニングをしてる。プランニングをしてるのね。それは大切だ。さあ準備完了。いよいよ塗りの作業へと行きますよ。ミツパパが蓋を開けると、そこに現れたのは白のペイント。とは言っても壁を白くするわけではございません。実はこの部屋の壁は一面壁紙が貼ってあるんですが、その壁紙を剥がさずとも塗れるということで、まずはベースのペイントを塗るようペイント屋さんにアドバイスをもらったのです。まあお化粧の下地みたいなもので、この上に好みの色のペイントを塗っていくってわけです。まずはペイントをしっかり混ぜてトレーに注ぎます。そしてまずはブラシで細かい部分を塗っていきましょう。このテープの上は塗っちゃって大丈夫。テープの上から出したら、その下はペンキがつかないから、そのためのマスキングテープ。まずは
それやりたくないよ。なんで突然？だからそれやりたいって。でもそれはまだやんないよ今。なんで？ローラの方がなんか楽しそうに見える気持ち、わからなくもないですがね。本当は同時にやってもよかったんですが、ペイントを持った息子くんから目を離すわけにもいかないので、ちょっとだけ待っててもらいました。これ何？ M。 これは I。 これ誰の字？これ Mr. Big Baba。 そうですね、こっちは Mr. Baba。 さあ細かいところが終わったらお待ちかねのローラータイム。全部上まで行っちゃっていいよ。気をつけて気をつけて、足にくっついちゃうよ。そう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 、楽しい。そしてベースの塗りが完了。乾かして次のペイントを塗るまで2時間ほど待たなければなりません。その間にミツパッパと息子くん、キッチンで何かやっています。白い粉と水を混ぜ合わせてそれを温めていますが、どうやら動画の後編で使うものを準備しているみたいです。一体何になるんでしょうか。そして2時間後。いい感じが乾いた。ポン塗りを2回するんだっけ。元気でいいか。元気、とてもとても綺麗になると思います。じゃあ頑張ろう。とペイントの蓋を開けたミツパッパ、でもなんだか様子がおかしいですよ。おい、なんかこれで見るとすごい青っぽい。これ塗るともっと黒になるのかな。見てリカ、これ本当に正しい？一応なんか濃いグレーみたいな感じの色にしたはず。ほら青くない？すごい。まあいいか、赤とかじゃないし、もういいよ、グレーのはずだったんだけど。お店のサンプルではこんな感じのグレーを選んだはずだったんですが、なんだか雰囲気が違ったみたい。ただもう疲れと面倒くささと、まあ悪い色じゃないってことでそのまま塗っていくことにしました。この頃には息子くんは疲れてテレビ、パパたちも無言での作業の中、本塗り1回目が終了。また2時間待っている間にミツパッパが何か面白そうなことをしています。一体何を作ろうというのでしょうか。皆さん分かりますか。あ、だいぶ黒っぽくなったね。ということで最終仕上げ、この壁にもう一度同じ色を重ねていきます。そして2度目の塗りが終わって、この日の作業は終了。残りの作業は明日に持ち越し。とその前にサムネ写真撮ってました。そして翌日。見るよ、これ今黒？そうね。今何やる？もう今これもう全部外して、しっかり乾いていることを確認して、養生シートやマスキングテープを外していきます。オーケー。そしてベッドやサイドボードを元の位置に戻していき、天井からの照明も前の家で使っていたものですが、接続の仕方が違うものだったのでそこも配線を変えていきます。そして今回はスウェーデン流のベッドメイクの仕方をご紹介しようと思っているんですが、その前に僕らが今回手に入れた新アイテムをご紹介。今日本で話題のブレインスリープピロー。ブレインスリープは世界で一番睡眠時間が短い日本人の睡眠負債をなくすために立ち上がった質の高い睡眠、脳眠を取ることに特化した最先端の睡眠リーディングカンパニー、スタンフォード式最高の睡眠の著者であり医師でもある西野誠二教授が監修しています。最近寝ても疲れが取れないななんて感じていたところだったので、
その機能を伺って飛びつくようにお引き受けしました。これ何？これ花。何に見える？ちょっとさ、グラスヌードルみたいな。その中が穴開いてる。この中穴開いてるね。手入る？入る。このブレインスリープピロー、春雨のような素材が超抜群の通気性を確保し、寝ている間の脳の温度を下げて睡眠の質を高めてくれるとのこと。子供の寝返りが多いのは熱を逃がすためにいろんなポジションにするからなんですって。息子くん、このスウェーデンの気候でも寝汗がすごかったんですが、この枕に変えて1週間、朝起こしに行っても首元はサラサラしています。でも何でそういうものあるの？これだと頭が冷たくなるんだって。だからよく眠れるんだって。で、暑い時はこの下に保冷剤とかを入れられるように穴が開いてるの。でなんかここは子供用に肩が乗るようにちょっと大きめに作ったの。そして2人パパ用のものも開けてみましょう。あ、大きいです。そう、なんか結構分厚いね、思ってたより。あなたもは穴開いてないよ。穴開いてないね。開いてないね。でもなんかこの硬さが違うんだって。真ん中とはあの端っこと、あ、全然違うね。僕ら二人パパは今までウレタン製の低反発枕を使用していましたが、この枕を使用してからは汗ばみがちなうなじのあたりもすっきり。オーダーメイドを超えるフィット感とその通気性のおかげか、まるで頭が宙に浮いているような浮遊感。あ、めっちゃ早くこれで寝たいかも。ちょっと、あ、なんかすごいいいかも。なんかさ、すごい浮いてるみたい、雲の上で。ちょっと乗っていい。かといって柔らかいって感じでもなくない？うん、あるかな。このまま俺眠れるんです。しかもこれ丸ごと洗えちゃうんです。最近枕についた匂いが気になってたので、これは嬉しい機能。カビやダニの心配もぐっと減りますね。しかも環境に配慮した製品というのもぐっと。子供用のものは成長に合わせて使用していくこともでき、いいものを長く使っていきたい2人パパにはぴったり。動画最後のピロトークでの感想もお楽しみに。その新しい枕もセットして、まだまだベッドメイクは続きます。あ、そうそう、こちらのブレインスリープさんでは同じ素材を使ったマットレスも展開しています。2人パパもいつか手に入れたいと狙っています。さあ、ベッドメイクの続き。うちのベッドはダブルサイズなんですが、掛け布団はシングル用のものを1人ずつなので、縦半分に折って並べていって、その上からもう1枚大きなカバーで覆います。これリカパパの実家のスタイルを真似してやってるんですが、これスウェーデンでは主流なのかな。皆さんのベッドメイクの仕方、よかったらコメント欄で教えてくださいね。そしてお次は仕上げのデコレーション。ミツパパが準備してたあれもいよいよ完成したみたいですよ。ミツパパが前日から作っていたもの、もう皆さん何か分かりましたか？もう一度最初からおさらいしてみましょう。まずは鍋で何かの粉と水を混ぜて加熱していました。ここで、ここにこういう大きい紙を作りたい。この紙を使います。そう、ピンパッて。でもこれを最初は破っちゃいます。で、この端っこのこの角のところは、ほら見てみて、こうやって。とまあ息子くんは飽きちゃったみたいなんですが、ミツパパは和紙を手でちぎっていって、先ほど作ったものを少し水で伸ばしたものを塗って貼り付けています。ということで、お鍋の中のものの正体、それは片栗粉と水で作ったでんぷんのり。ちぎった和紙を適度に重ね合わせながら、水分が多めののりで貼り付けて、1枚の大きな紙を合計2枚作ります。それを乾燥させたものがこちら。ここでミツパッパが取り出したのは、もう皆さんお気づきですね。そう、あのシェードが壊れていたベッドサイドの照明。
そのシェードの修理のためのもので、ちょうどいいサイズに切って、また先ほどのでんぷんのりを今度は水で薄めずつけていって完成です。照明をつけてみると、うん、いい感じ。スウェーデンのデパートで買った照明ですが、ちょっと和モダンな雰囲気。この和紙の手作りシェードでさらにいい雰囲気になりました。そしてお次はアート。以前前の家のルームツアーでもご紹介しましたが、こちらの絵はリカパッパがニューヨークの画廊で一目惚れしたという絵。今回も寝室に飾っていきます。そして作業用のライトを消してみると、なんということでしょう。一気にムード高まる落ち着いた雰囲気の寝室に。これでは思わずミツパッパもベッドに飛び込まずにはいられません。それに誘われるようにリカパッパも。2日間に及ぶ作業でたまった体の疲れがすっきりと取れていくような、匠の技が優しく光るその寝室。二人のパパは新しい枕に吸い込まれると、すっかりリラックスモード。リカパッパは自然と目をつむってしまっていますが、この後はピロートークも弾みます。二人パパ、すごいいいと思う。サンプル見た時のあのグレーとは全然違う色だけどね。全然違う。全然違う。もうちょっと明るい色だと思ってたけど、でも意外といいかも、この色では。うん、なんかマリーンでもないでしょ。そうだね。でもなんかちょっと落ち着いた色でいいかも。もううちらも40代のおじさんだし。あとやっとこれ直せたのがすごい良かった。これさ、このまま寝ちゃうわ。うん、はあ、これもう寝てみたでしょ、うん、何回か、うん、ここ1週間ぐらい。どう？ああ、とってもいい。ほんと？なんかすごいいい眠りだった。いや、ほんと汗、寝汗かかないの超嬉しいわ。うん、ここ仰向けも横向きもいいよね。横、すごい理科横で寝たがるから、ご飯作んなきゃいけないんだけど、まだもうこのまま寝たいんだけど、ゆっくり眠れそうだね、この部屋で。うんうん、やろう。ね、もうご飯炊けてるから。あ、もう炊いてる。うん、もっとハンバーグ焼くだけ。うん、照り焼き？いや、照り焼きソースも作ったから。じゃあ、とりあえずご飯作りに行こうか。野菜ある？野菜はちょっとある。野菜も一緒に焼こうか、じゃあ。うん。お疲れ。あれ、これもう早く動かないと、本当に動けなくなる。うん。手寝たらおかしいかな。本当だよ。ということで、2日間にわたって作業した快眠環境作り、人生の3分の1の時間を過ごすという寝室、皆さんもいろんな工夫をされているかと思います。皆さんの寝室のアイデア、コメント欄で書いていってくださいね。僕もいつもコメント欄からいろんなアイデアいただいています。それでは今日の動画はここまでとなります。チャンネル登録していただくと大変励みになります。ポチッとしていってくださいね。それではこれで失礼します。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ごきげんよう。ヘイドー。I love you. 二人パパ。